レイナのことだがね。彼女のことはもちろん気になる。仮想人格データを13件に奪われてしまった今、どのような処遇になるかわからないしな。だが、昨日ミスターエグジットも言っていたように、これは俺たちがどうこうできる事件でもない。よって、ジャッジメント7はこの件から手を引くことにする。ちょっと待ってよ、一例のこと見捨てるっていうの？そんなの絶対に嫌よ。彼女は私たちの仲間じゃないの。このまま放っておくなんてできるわけないでしょ。これは決定事項だ。今後、新世界や DIH に関わることは認めない。その決定が気に入らないって言ってるのよ。そんなの従えるわけないでしょ。今すぐ取り消しなさい。俺の指示に従えない者はジャッジメント7を去ってもらっても構わない。以上だ。それじゃあ今日はこれで解散だ。たまにはゆっくり休むといい。世界がそう決めたのであれば我が輩は従う。強制的に回線を切断されて一番文句を言ってたのは自分のくせに。何よあの態度。正直見損なったわ。一連、もう会えないと思っていた彼女が新世界にいるというのに何もできないなんて。きっと世界は出口のおっさんのことが怖くなったのだ。おっさんはムキムキのマッチョマンだから怒られてビビったに違いないのだ。世界さんが決めたことだからしょうがないのかな。確かに新世界には危険があるっていうのも分かったけど、でも従えないならジャッジメント7をやめてもいいなんて世界さんっぽくないな。そうですね。正直言ってあの尾張さんがあんなあっさり引き下がるなんて思ってませんでした。ええ、尾張は変態だけど誰よりもジャッジメント7の仲間のことを大切に考えていると思っていたのに裏切られた気分よ。僕、外の空気でも吸ってきますね。ようこそ、ジャッジメンの最前線基地へ、レイジ君。すでに機は熟している。反撃の狼煙を上げるぞ、レイジ。
これってどういうシチュエーションなんですか？というか、ジャッジメンって何です？ああ、今後ジャッジメンを名乗るからにはちゃんと説明しておかねばならないね。ジャッジメンとはジャッジメント7の男3人組のコードネーム。その目的は DIH と新世界の情報を探り、レーナの記憶データを奪還することだ。あの、 DIH や新世界に関わることは禁止するってさっき尾張さんが自分で。そうでも言わないとみんな納得しないだろう。まあそう言っても納得はしてませんでしたけど。だがなんだかんだで DIH に対して多かれ少なかれ敵対行動を取るのに、未成年者や女性陣を巻き込むわけにはいかないじゃないか。どんな危険があるかもわからないのにさ。あの、僕も思いっきり未成年ですけど。それ以前にお前は男だ。そうであろう、レイジ。それにこの一件にレーナが関わっていると分かった以上、俺たちにとって無関係な事件ではない。この俺が手を引くわけがなかろう。レーナは俺たちの大切な仲間なのだからね。僕も釈然とはしていなかったんで、手伝えることがあれば協力します。でも具体的にはどんなことをするんですか？まず手始めに DIH にハッキングってところかね。いきなりヤバすぎますって。 DIH って国の機関ですよね？そう、そこなんだよね。ミスターイグジットやミヤビ君のことを完全に信用できない部分はさ、彼らは本当に DIH の職員なんだろうか。それってどういうことです？出口さんたちが嘘をついてるって言うんですか？まあ嘘をついているかどうかはわからないけど、全て本当のことを言っているとも思えないからね。だいたい喫茶店を模した隠れ家やメイド服の情報館なんて聞いたことがないぞ。アニメの世界じゃないのだからな。それは僕もそう思いますが。ということで、出始めのターゲットはカフェイグジットだよ。あの場所について探ろうと思う。あれ、でも本来の目的は少女 A、 一ノ瀬レイナさんの奪還ですよね。出口さんたちを調べる必要なんてないんじゃないですか？まあそこなんだけどさ、前回の救出ミッション、まだ作戦時間が残っていたにもかかわらず回線が強制的に切断されただろ。あれがどうも引っかかっていてね。実は昨夜あの時間帯のカフェイグジットの通信ログをさらってみたんだ。そうしたら面白いことが分かってね。ってことはもうハッキングしちゃってるんですね。いや、さすがにそこまで無茶はしていないよ。通信ログは俺の新世界ゴーグルにインストールしてある解析ツールで記録していたものだ。とは言ってもゲーム開発用のツールだから大したデータは取れてないんだが。どうだい？興味深いだろう？なるほど、さっぱりわかりません。我が輩もである。ほら、ここが俺たちが新世界にダイブした時間だ。
大きな数字、データ通信の痕跡があるだろ。そしてここが回線が強制的に切断された時間だ。それ以外はデータ量のサイズから見てもミスターイグジットとミヤビ君によるメールの痕跡だろうね。だが問題はここだ。この時間に比較的大きなデータ通信の痕跡が残っている。もちろんこいつは現実世界での時間だが、仮想世界の時間に換算するとこうなる。それぞれ新世界での2日目の午前10時前と11時頃だ。後者に関しては回線が強制的に切断される直前でもあるんだ。確かに気になるデータではあるが、それが意味するところは何なのだ。世界、それが意味するところはね、それはその頃俺たちは新世界で一体誰に会っていたかということなんだよね。新世界の9時50分頃といえば、僕たちは少女 A を連れてカフェエグジットの前に到着した頃ですよね。でもその時に現れたのは黒服たちと。わいせつ男である。そう、この通信記録がわいせつ男が出現し、そして消えた時間にぴったり一致しているというのはなかなかどうして興味深いとは思わないかい。しかも通信が行われたのは現実世界のカフェイグジットの内部だとしたら、それは一体何を意味しているのだろうね。でもあの時現実世界のカフェイグジットにいたのはみやびさんと、そんな、まさか出口さんが。もちろんまだ確証があるわけじゃない。だが俺が浅野たちをこの件に巻き込みたくなかったという理由はもう分かってくれただろう。目がしばしばする。あら、あなたまだいたの？てっきり帰ったのかと思っていたわ。正確には存在そのものを忘れていたのだけど。おお、レイジなのだ。ターニャのお世話係をほっぽり出して帰ったのかと思ったぞ。まだいました。二人で買い物なんて珍しいですね。そうだぞ、レイジがいないからターニは仕方なく夏美と買い物なのだ。仕方なくですって。いいえ、ターニは夏美さんとお買い物ができて嬉しいのだ。なんで私が幼女の買い物に付き合わなければならないのよ。というかタチアナ、
何勝手に人のカゴにガジガジ君を入れてるのかしら。だってタニはお小遣いがあまりないのだ。あなた北利犬の研究者でしょ。私より稼いでるんじゃないの。ターニャはまだ中学生で正式な研究員じゃないからな。あくまでタダでパーパのお手伝いをしてるだけなのだ。でもその代わり好きな機材を使わせてもらえるのだぞ。ふん。でも基地に来てからいつもガジガジ君を買ってなかったかしら。こっちにいるときは世界がお小遣いをくれるのだけど、1日100円だからガジガジ君は1つしか買えないのだ。飲食宿泊代込みとはいえ世界的頭脳の日給が100円って、あなた本当に自分の価値が分かってないのね。ターニャはジャッジメント7の基地にいるのが好きだからな。あそこはいつも誰かがいるから寂しくないのだ。まあいいわよ。ただし2つまでにしなさい。あ、分かったのだ。もう1つ持ってくるのだ。それで、あなたは随分と食欲旺盛のようだけど。極楽幕の内弁当とチキン南蛮弁当、変態と中二と一緒にいるってことね。しかも明らかに朝食用のパンやおにぎりまで。一体泊まり込んで何をするつもりかしら。あの、そのえ、何か隠しているわね。正直に言いなさい。エロゲーです。ちょっと、あなたは大きな声で何を言ってるの。その、オワリさんがすっごいエロゲーを入手したんで、今日は泊まり込んでオワリさんの部屋でプレイするんです。最低ね。なんか、エロゲーって聞こえたぞ。一体何の話をしてたのだ。行きましょう、タチアナ。この男と一緒にいると変態菌に感染してしまうわ。変態菌がうつるのは嫌なのだ。おや、レイジ君、どうしたんだい。そんな疲れ切った顔で。ただの買い出しだろうに。はい、夏美さんに変態菌認定された以外は問題ありません。なるほど。確かに俺たちの行動を怪しんだ夏美たちがここに踏み込んでくる可能性も考慮してあったからね。だが、そんな時はこのキーボードのエスケープキーを押すのだ。おお、これは懐かしのボスが来た機能ではないか。いやいや、ボスが来たは普通、仕事してる風の画面を表示しますよね。
全く逆じゃないですか。めちゃくちゃエロゲーの画面ですし、意味がないです。だが俺たちが3人集まって仕事をしている方が不自然だろ。まあそうですね。よくわかっているじゃないか、レイジ君。だからこうして不自然にならないようにエロい画像を仕込んであるんじゃないか。このメンツならこっちの方が自然だからね。ところで世界よ、あのカフェイグジットの建物についてなのだが。おお、何か分かったかい？見ての通り、随分と古い建物のようであるな。おそらく戦前の建築であろう。かつて浅草のあの辺りはハイカラなレンガ造りの建物がたくさんあったらしいからの。ただあの建物に関して言うと、表に入り口らしい入り口がない上、さまざまな憶測が飛び交っているらしい。憶測？うん。例えば、有名な怪しいパーティーの行われる開成の秘密クラブだとか、浅草の地下にある秘密の核シェルターの入り口だとか、戦前の陸軍の秘密研究施設の跡で今でも禁断の人体実験が行われているとかだな。いわゆる都市伝説ってやつだね。ただ実際のところはバーのような飲食店が入っていた建物のようであるな。もう何十年も前に廃業しておるが、入り口を潰したのもそれ以降であろう。まさか、それで今でも当時の内装のままというわけかい？居抜き物件じゃあるまいしさ。ところで、あの建物の所有者はわかるのかい？財務省のページで見る限りは、少なくとも国有財産ではないから、国のものではないなりや。これはグレイテストフィッツの予感。あの建物はカブラギビルジングという名前であるな。この古ビルの写真収集サイトによると、カブラギ重蔵なる人物が所有していたとのこと。カブラギ重蔵？はってどこかで聞いた名前だが。
ダブラギ十三というのは戦前の利権コンツェルに参入していたカブラギ電産機の会長なのよ。現在の利権の母体となった利権コンツェルが GHQ によって解体させられた時に独自の研究機関を発足させた人物であるな。もっとも科学者というよりは起業家といった方が正しい人物像なのだが、さすがはイルカさん、ネットに書いてあることをまるで自分の知識のように話せるなんてすごいです。ならばこれを聞いて驚くなかれよ。このカブラギ十三氏というのが何を隠そう北連理化学研究所の設立者なのだ。え、北連理化学研究所ってあの？カブラギ氏は戦後利権コンツェルンが解体された際に単身北海道に渡り、そこで中央から独立した研究基盤を作ったのである。それが今の北利権なのだ。中央から独立したってことは北利権と利権は姉妹的な感じなんですか？それはだな。いや、北利権は本家の利権とはまるで別物の施設の研究機関だよ。確か後ろ盾は海外の企業か何かのはずだよ。それでも最近はこっちの利権ともいろいろと連携を取っているようだ。ま、これはユーリーに聞いた話なんだがね。話がそれちゃいましたが、つまりあのカフェエグジットのビルの所有者は北利権の設立者だったってことですよね。どうもそうらしいね。そうなってくるとあのビルっていうのが今でも北利権やあるいは九段の十三権と何らかの関係があると思って間違いないだろうね。だいたい北利権にあるアカシックへ正規にログインできる回線がある段階でそう考えた方が自然だからな。そもそも鏑木十三という名前と十三権という名称の符号、偶然というにはできすぎだとは思わないか？確かにどちらも十三だしね。そういえば新世界にあった扉にも十三と書いてあったな。十三という数字がただかっこいいからという理由ではなさそうであるな。カフェエグジットが北利権に関係しているとしたら DIH の2人はそこに潜入捜査をしてるってことになるんですかね。ああ、もしくは彼らが13件の関係者だとしたら俺たちに嘘をついているということだろうね。こいつはユーリーにコンタクトを取る必要があるかもしれないな。世界をこれからどうするんだ？そうだね。これ以上本格的に調べるとなるとカフェエグジット内部にあるコンピュータか北利権のデータにアクセスしないことには話にならないんだが、果たしてそこまでやっていいものかね。正直言ってかなりデンジャーな気がするな。万が一バレた場合は怒られるだけでは済まないだろう。仮にカフェエグジットが13件の拠点だとした場合、自分たちから竜の穴に飛び込むようなものだからな。世界のことだから痕跡を残すようなヘマはしないだろうが、相手が DIH でも13件でも簡単にセキュリティは突破できないであろうな。無論痕跡を残すようなことはないんだがね。それがさ、どういうことか知らんがもうセキュリティを突破しちゃったんだよね。幕の内弁当を食べながらですか？さすがは世界、
ハッキングなど朝飯前の夕飯中ということか。いや、いくつかある PC のうち一つだけなんだがね、セキュリティを突破したというか、そもそもセキュリティがかかっていない状態でさ、いつの間にかうちのネットワーク上にカフェイグジットの PC が出現してるんだよ。これどう考えても普通に入れちゃうよな。どうしよう。入れちゃうのであればとりあえず入っちゃうに一票だな、男なら。でもなんかの罠っていう可能性もあるんじゃ。そもそも我が輩たちを罠にかける理由というものがないのではないか。確かにそれもそうなんだがね、なんか嫌な予感がするんだよ。昨日の新世界体験時にこことイグジットの回線をつないだのであろう。その時の名残ではないか。あの時回線は完全に切断されていた。何日かも確認しているから、それは間違いない。それにあの時はカフェイグジットにあるサーバーを踏み台にしてアカシックにつなぐためにポートを開放してもらっただけだからね。作戦終了後はポートを閉じられただけではなく、物理的な回線も切断されていたはずだ。とりあえず開くだけならいいのではないか。まずそうなら引き返せばいい。どの道手がかりをつかむにはここにアクセスせねばならないのだろう。なんだこれは。どうしたのだ。いや、ここまでにしておこう。ん？どうしたのだ。あと一歩というところではないか。ここから先はちょっとね、厄介なプロテクトがかかっているようだし、迂闊には手が出せないな。悪いけど、一人にしてくれないかい？ちょっと考え事をしたいんだ。はい。わかったなりよ。よし、立ち穴はいないな。そうみたいですね。どこに行ったんだろう。シャワーかな。であれば結構。これよりこのラウンジはジャッジメンマイナスワンが占拠する。まあ、オワリさんの部屋を追い出されちゃいましたから仕方ありませんね。開発室だと夏美さんが作業してる可能性もありますし。いや、土曜日のこの時間だと夏美先生は銭湯にいているはずだぞ。なんでそんなこと知ってるんです。我が輩のマガンを使えば女子の食事時間、入浴時間から日々の睡眠時間、トイレの平均滞在時間まで手に取るようにわかるのである。ちょっとしたストーカー行為です。ぜひやめてください。仲間を知るとはそういうことだ。まあ、ダメです。やっぱり終わりさんじゃないとお手上げだと思うんですが。これ諦めるな、レイジ。今の世界は明らかに戦意を喪失している。部屋に鍵もかけてしまったしな。
だがこんな時こそ我ら指定コンビ活躍の時、つまり我らのターンである。イーホー。あなたたちこんなところで何してるの？夏美さん、おかしいなに。夏美先生が銭湯から戻るまであと15分はあるはず。タチアナが湯船で泳ぎ出したから追い出される前に帰ってきたのよ。ってなんで私の入浴時間を知っているのかしら。それが仲間というものだからな。レイジとイルカは二人で何してるのだ。あ、わかったぞ。さっきレイジが言っていたエロゲーってやつだな。タネにも見せるのだ。ちょっとやめなさい。やむを得ん。ちょ、イルカさん、なんだなんだ、女の子がたくさんいるぞ。こんな時に本当にエロゲーですって。つくづく最低な男たちね。相手をしていられないわ。タチアナ、そんな奴らは放っておきなさい。せっかくお風呂に入ったのに変態菌で汚れるわよ。で、本当は何やってたのだ。ああ、これダメだよ。ハードディスクのアクセスランプを見ればこの画面がダミープログラムであることは一目瞭然なのだ。え、そうなの。世界が作ったプログラムを実行するとハードディスクのアクセスランプの点滅がモールス信号になるからな。ターニャの目はごまかせないのだ。なんだ、コマンドプロンプトなんか開いて何やってるのだ。だから見ちゃダメだって。あっちでテレビでも見ててくれないかな。あ、そこは違うのだ。そうじゃないのだ。あ、そうでもなくて、そのコマンドじゃなくて、そもそもスペルが違うのだ。もううるさいな。何やってるかわからないのに口出ししないでくれるかな。もうそういうレイジこそ何やってるか分かってなさそうなのだ。タチアナよ、我が輩たちは今聖戦の真っ只中なのだ。女子供の出る幕ではないのである。なんだ聖戦って。どうせこのエグジットというディレクトリにアクセスしたいのだろう。そのくらいはわかるぞ。何なのだこのディレクトリは。これはあの世界でさえも突破できなかった堅牢なセキュリティで守られた禁断の扉。おそらくペンタゴンクラスと想定される。いくらタチアナが天才とはいえ幼女にはちと荷が重いである。イルカに言われるとなんだか腹が立つのだ。ちょっと見せるのだ。ああ、タチアナ。あれれ、なのだ。どうしたのだ。早くも音を上げたようではないか。違うのだ。このセキュリティコードはターニャが書いたものなのだ。
その元は世界が作ったらしいけど、とにかく北利権で使われている IPS そのままだぞ。なんであると？おかしいのだ。この程度の子供騙しのセキュリティ、世界なら鼻くそほじりながら突破してしまうはずなのだ。だってベースは世界が自分で作ったプログラムなのだからな。どうせターニャが作った部分なんて世界にはまるで通用しないはずなのだ。そうなのであるか。だとしたら世界はわざと突破しなかったということか。だいたいこれより何倍も複雑なセキュリティを仕掛けたターニャの PC もあっさりと乗っ取られているのだぞ。まあ子供騙しといってもこの IPS を外部から突破するのはまず不可能なのだけどな。なんせ北利権のデータベースへのセキュリティなのだ。普通のクラッカーが突破しようとしているうちにプログラムの構造が自動的に書き換えられて、プロテクトの方式が根本から変わるようになっているのだ。世界の変態プログラムの代表ともいえる実に厄介な代物なのだ。どういう原理でプログラムが機能しているのか、未だにターニャにも解析できてないくらいだしな。でも、なんでこのプロテクトがここで使われてるのだ？謎なのだ。とは言っても、ターニャも天才だからな。アクセス権の獲得、完了なのだ。おほほ、さすがはエレクトロリータ、でかしたのである。イルカさん、その表現はいろいろとやばいです。それで何なのだ、このディレクトリは。この禁断の扉の中に封じられているのは、この世界の全てを記したアカシックレコードの断片とも言うべき膨大な数のデータの海。いや、画像ファイルが一つだけなのだ。7? これ以外に隠しファイルや見えないディレクトリはなさそうなのだ。ということは、その画像ファイルこそが我らが求める情報。開いても大丈夫であろうか。とりあえず何らかの偽装ファイルではなさそうだし、多分ただの画像ファイルだと思うのだ。うん、ならばここは開封の儀と行こうではないか。ファールコンタクト。レーナなのだ。確かに一例ではあるな。何なのだ、このゲームオーバーという不吉な文字は。まるでオンラインゲームのスクリーンショットみたいですね。なんだか気味が悪いのだ。立ち穴よ、この画像ファイルが作られたのはいつなのだ。8月3日の13時13分13秒なのだ。ということは昨日我々が新世界から戻った直後ということであるな。この背景の場所は我が輩たちが以前わいせつ男と初めて相まみえたあのターミナルルームと見て間違いないな。つまりレーナさんは今そこにいるということですか。うん、そう考えるのが妥当であろう。ダチアナ、とりあえずこの画像をローカルに保存だ。なんだか気が進まないのだ。回線は切断していいのか。うん、おそらくこれ以上の情報はここからは得られないであろう。シャットダウンだ。しかしこの画像が意味するところは一体。とりあえず分かる情報としては、この場所がおそらく
新世界の浅草地下にあるターミナルルームであること。画像の作成日時から考えても一例がそこに捉えられている可能性が高いこと。そしてゲームオーバーという不吉な文字。あとはこの右下のバーコードのような記号。そんなところであるか。なんでしょうね、この QR コードみたいなものは。何らかのアクセスコードではないか。レイジよ、バーコードリーダーアプリを起動だ。何も起こりませんね。ということは通常のバーコードではないということか。まあそうであろうな。レイジ、今日の調査は一旦ここまでとしよう。あまり今後詰めては見えるものも見えなくなってしまうしな。頭をリセットするためにも我が輩は戦闘で一風呂浴びてくるぞ。あ、じゃあ僕も行きます。そういえばイルカさん、いつもサングラスをかけたまま入ってますけど、ちゃんと見えてるんですか？うん、問題ない。我が輩は第三の目で見ているからな。やっぱり見えてないじゃないですか。床も滑りやすいですし、危ないですよ。だが、このサングラスはジャッジメント7の七不思議の一つ、イルカ2号のサングラスとして認定されているのだ。このサングラスは我が輩の真の能力を制御するためのいわばリミッターの役目を担っている。これが外れたら最後、能力は暴走し地球は滅亡の一途をたどることになる。ルカさん、ちょっと静かにしてくださいよ。他の人だっているんですし。イルカさん、フローラルの香りのシャンプーでも使ってるんですか？フローラル、それは万人が愛する至高の香り。そして我が輩のフェイバリックフレグランス。ちなみにシャンプー、リンス、ボディーソープに至るまで全て同じメーカーのフローラルの香りを採用している。どんなにいい香りでも統一せず違う香りが混ざると途端にその良さが失われるからな。へえ、かなり香りにこだわりがあるんですね。
我が輩がそんなものに頼るとでも思ったか。以前開発して試しにつけたら異臭騒ぎになったからな。浅野と夏美先生にキレられて以来控えるようにしている。ああそうなんですね。その代わり静観スプレーを常備しているが効果が薄いように見える。そうですか。夏美さんはイルカさんの隣の机で作業してますけど何も言ってきませんよね。夏美先生は自分のデスク周りに消臭剤という名の結界を張り巡らせているからな。おそらく我が輩の代わりもかき消されているのだろう。基地に我が輩と世界だけの頃はそれほど気にしていなかったが、今はメンバーの半分以上が女性であるからね。確かに気を使いますよね。あ、尾張さんといえば急にどうしたんでしょう。昼間まではレイナさんを助けるためってあんなにやる気満々だったのに。あれで世界はなかなかに繊細な男だからな。そういえばイルカさんとオワリさんって大学からの友人なんでしたっけ。だから気心知れてるんですよね。苦楽を共にしてきた仲だからな。もう世界と出会ってかれこれ6年になるか。だが最初から意気投合していたわけではなかったのだ。むしろ我が輩は世界を避けていたしな。え、そうなんですか。うん、あれは6年前のことになるか。我が輩と世界が初めてエンカウントしたのは大学の入学式の日だった。あえて二浪して OK 大学に入学した我が輩は大学というリア充の巣窟に潜入するにあたって、その日初めて戦闘服に身を包み学びの門をくぐった。戦闘服？我が輩がいつも着ているスタイリッシュなファッションのことだ。そして無事に入学式を終え、ホールを出るとそこに待っていたのは上級生たちだ。ああ、サークルの勧誘ですね。僕も受けましたよ。次から次へと声をかけられるんで、歩くだけでも大変なんですよね。レイジはリア充の毒牙にかけられたのだな。毒牙って、でもイルカさんもですよね。いや、我が輩のところには誰一人としてやってこなかった。おそらく我が輩のまとう暗黒のオーラにおじげついたのだろう。それから上級生には目もくれず、我が輩は一人キャンパスを歩いていた。すると、とんでもない光景を目にした。一人の新入生が堂々と道のど真ん中を歩いていた。その新入生の周囲にいた学生たちは、まるで波が引いていくように端に寄り、道を開けた。あれはまさに、現代版モーゼの実戒だった。今でもあの時の光景は目に焼き付いている。
まさかその新入生っていうのが尾張さんですか？その通りだ。さすがの我が輩も戦慄が走ったなり。まさか運動失調で歩いてくるだろうな。運動失調で何やってるんですか、あの人。この我が輩でも理解に及ばなかった。さすが変態プログラマーの異名を持つだけある。さすがの我が輩もその所業には圧倒されてな。他の学生と同じように道を開けてしまった。それに世界は入学式で壇上に上がって新入生の挨拶をしていたのだ。確か首席合格だったか。と我が輩の頭脳では世界の考えは理解できないのだろう。そう思って身を引くことにしたのだ。そしてそれから半年、我が輩は周りに人を寄せつけぬ孤高の存在として大学に君臨していた。リア充どもから身を隠すため、トイレでジャンボチキン南蛮弁当を食していたこともあったな。いわゆるぼっちってやつですか。孤高の存在だ。あ、はい。そんな日々が続き、10月、学園祭の季節がやってきた。我が輩は所属していた同人誌サークルで同人誌を販売することになった。あ、イルカさんってサークルに入ってたんですね。会員は我が輩一人だな。学園祭当日、我が輩は自作の同人誌を持って自分の出店へと向かった。その時隣に店を出していたのが世界だったのだ。尾張さんも店を出してたんですね。あれ、まさか尾張さんも同人誌を。いや、世界は自作のプログラムの実演を行っていた。ほら、手相占いとか星占いとかあるだろ。確かその時世界が展示していたのは顔認証であなたにぴったりの単位を診断するプログラムであったんです。だが我が輩と世界の店には一向に客が寄ってこなかった。そこで我々二人はようやく気づいたのだ。我が輩たち以外の学生はこの大学内で浮いているという事実。誰も客が来ないまま午後を迎え、暇を持て余した我が輩は隣でグラビア雑誌を読みふけている世界に思い切って声をかけてみたんだ。その時世界が言ったのがこの言葉だった。人生とは与えられた役割を演じるゲームのようなものである。さあ君の役割は何だい。その言葉に感銘を受けた我が輩は気がつくと実に自然に自分の役割を演じていた。世界に500円払い単位を診断してもらっていたのだ。それ以来我が輩と世界は二人で行動するようになった。これこそ運命の出会い。そして翌年の4月に客員教授としてユーリーが大学にやってきたのだ。数理学の講義を受け持っていたから我が輩とは特に関わりはなかったが、ちょうど世界がその講義を受けていてな。それで世界の変態的なプログラミング技術と類まれなる変態性に興味を持ち声をかけてきたのち。
え、ちょっと待ってください。プログラミング技術に興味を持ったっていうのは分かりますけど、変態性もですか？変態性もだ。こんな変態はロシアでも見たことがないと感心していた。さすがは世界、その名の通り世界に通用するワールドワイドだ。ユーリーが世界に話しかけてきたことで、二人は意気投合し、すぐに仲良くなったのだ。そして世界の友人である我が輩もまた、自然とユーリーとも過ごすようになったというわけだ。こうして三人で行動するようになった我々は、非公式サークル、ジャッジメントを結成したのである。だが、非公式サークルゆえ、我々には物質がない。そこでユーリに用意された教授の部屋を基地として、我が輩と世界が卒業するまでの3年間ジャッジメの活動を行っていたのだ。そうだったんですね。ちなみにそのサークルってどんなことをするところだったんですか？おのおのの宿命を全うするだけだ。世界はエロゲをプレイしていたし、ユーリーはプログラミングの本を読んでいた。我が輩は瞑想にふけっていたぞ。なんていうか、ものすごいカオスな集団ですね。こう、大学生っぽいリア充な体験はやっぱりなかったんですか？オワリさんなんてちゃんとした格好をして黙ってればかなりモテそうな気がしますけど。確かに服を着ている世界に近づいてくる女性はかなり多かった。だが少し話をすると逃げるように離れていった。いきなりブラシャーをもらうのはまずい気がしてね。脱ぎたての靴下をくれるようにお願いしたら、全速力で逃げられてしまったよ。と言っていた。じゃあ、イルカさんはどうだったんですか？我が輩か？我が輩は…すみません。今の質問は忘れてください。大丈夫ですか？イルカさん？イルカさん！ここは一体何があったのだ？我が輩は湯船に浸かっていたはずでは。もしやユーマに連れ去られたのか？違いますよ。僕が脱衣所まで運んできたんです。イルカさんずっと湯船に浸かってたからのぼせちゃったんですよ。そうなりか。すまなかったなレイジ。だが我が輩はこの通り完全復活を遂げた。無理しちゃダメですよ。ちゃんと休んでください。すまぬ。
それでもパパを信じたいのだ。タチアナ、おはよう。もう起きたんだな。ほや、お腹が空いたのだ。どうしたタチアナ、ぼんやりして。あれ、なんか言ったのか。ご飯食べないのか。お腹空いたって言ってたじゃないか。それはそうだけど、なんだかみんながいないと美味しくないのだ。でも土曜日の朝だし、普通はみんな集まらないと思うよ。ジャッジメントセブンは普通じゃないのだ。土曜日の朝とか関係ないのだ。なんか今はみんなバラバラな感じで、単にはつまらないのだ。タチアナ。それに、レーナとも離れ離れになってしまったのだ。昨日見た画像ファイルが本物なら、レーナは新世界のターミナルコンピュータルームにいるのだろう。今どうしているのか心配なのだ。わいせつ男にいじめられてたりしたら、かわいそうなのだ。わいせつ男という名前からして信用ならないのだ。それはオワリさんがつけた名前だけどね。でも僕もレーナさんのことは心配だよ。新世界に行く手段さえあればすぐにでも助けに行きたいのに。ターニャだってレーナのことを助けたいけど、でもどうしていいのかわからないのだ。タチアナ、もう準備はできているかしら。バッチリなのだ。レイジ、ターニャと夏美は今日はちょっとお出かけなのだ。あ、うん、いってらっしゃい。イルカさん、これ。だが、これはまさか一例からの。多分そうだと思います。これまでもレーナさんから差出人不明のメールが届いたことがありましたし。そうか。レイジ、早急に世界を呼んできてくれ。会議スペースにて緊急会議だ。わかりました。危険だ。明らかに罠の可能性がある。そんなことは百も承知である。だがたとえこのメールが一例からではないとしても、危機的な状況なのは変わりない。そうであろう。こいつは
世界がハッキングを途中でやめたあのExitサーバーの中で見つけたものだ。バカ、あれにアクセスしちゃったのか。北陸県と同じセキュリティで守られたあのサーバーのことか。世界よ、お前が手を引こうとした理由は分かっている。我が輩だって北陸県を、ユーリーを疑いたくはないのだ。彼は我が輩たちの旧友、アカシックや十三剣などという物騒なものとは無縁と信じたいのだ。いるか。あのセキュリティをお前たちが突破できたとは思えない。まさかパーニチカにやらせたんじゃないだろうな。それは、なんてこった。あの子だってバカじゃない。EXIT のサーバーのセキュリティが北陸県と同じであることの意味に気づかないわけがないだろう。事情を言わなかった俺にも落ち度はあるか。くそ、だから手を引こうと言ったんだ。あれ以上探ればどうしたって知りたくない事実を知ることになる。俺たちはただのゲーム屋だ。そんなものに関わっちゃダメなんだ。あんな真実、俺の胸の内だけでよかったのに。そうしたら誰も傷つかずに済んだのに。手を引く目を背けるの間違いだろう。世界、何、確かに我々はゲームクリエイターだ。北陸県やアカシックや十三県なんて組織に関わる必要はない。だが真実が目の前にあるというのに、それに背を向けて目をそらして、お前はそれが本当に正しいと思うのか。本当にそれでいいのか。だって仕方ないだろう。どうしろって言うんだ。俺にはお前たちをジャッジメントセブンの仲間を守るという義務がある。これ以上みんなを危険なことに巻き込めるか。これは遊びじゃないんだ。明らかに危険な研究をしてる奴らが相手なんだよ。出口が言うように手を引くのが正解なんだよ。旧友が悪事に関わっている可能性があるとしてもか。そうだ。お前やタチアナの作ったプログラムが悪用されていてもか。ああそうだよ。俺はお前たちを危険な目には合わせない。仲間を守るためなら、ジャッジメントセブンを守るためなら、何だって諦めてやるよ。一例は、一ノ瀬レイナは仲間じゃないのか。正直、我が輩は自分の企画が悪用されようが、ユーリーが何をしてようが、そんなことはどうでもいいのだ。でも一例があそこにいるのだぞ。もう会えないと思っていた大切な仲間があそこにいるのだ。それを諦めることなど我が輩にはできん。もし我々のために一例のことさえも諦めるんだとお前が言うのなら、ジャッジメントセブンなんて、そんなもの我が輩には不要である。レイナ。
いるか。さっきの画像をもう一度見せろ。世界。悪趣味な画像だ。このゲームオーバーが意味するところは、さしずめレーナの記憶データが削除されるってことだろう。もちろんそれが本当に実行されると想定してな。他に情報はないのか。なんだこの背景のモニターに映っている数字は。10桁の数字。そうか、これはユニックスタイムか。この時間がタイムリミットか。150192800。8月5日今日の15時チャンスとなりよ。あと1時間半もないじゃないか。レジ君、何をボケっとしてるんだい。新世界ゴーグルの準備だ。はい。でもどうやって新世界にアクセスするんですか。なりふり構わなければ手段なんていくらでもあるのだよ。エグジットの回線をこっちに引き寄せる。どうせ現実世界でのタイムリミットは15時だ。その時間になったら自動で回線が切れるようにプログラムを書き換える。行くぞ新世界。待ってろ。我らジャッジメンが降臨し世界を蹂躙し、囚われの少女もついでに蹂躙だ。よし、準備は完了だ。みんな用意はいいな。無論、我が魂はすでにメルトダウン寸前なり。レイジ君もいいかい。はい、行きましょう。ワリさん、レイナさんを、僕たちの仲間を助けに。よし、ジャッジメン出撃。目標は囚われのレイナの救出。行くぞ、チェンジザワールド。レーナは地下のターミナルにいるはずだ。くれ、北の黒服軍団め。仕方ない、こっちから行こう。追いかけてきてます。よし、ここは我が輩の日、地獄爆竜拳で。いるか、今そういうのはいいから。まさかのマジですか。この数の黒服を振り切るのは無理だろ。このまま地下街へ向かうぞ。お前が出てくることは分かっていたよ、わいせつ男。ちげえだね、私もだよ。一礼は返してもらうなりよ。うん、管理者権限を持つ一ノ瀬レイナ不在で私の相手が務まるかな。しかもこれだけの数の黒服を相手にね。どうせ
する世界、現実では1時間半の猶予ということは、新世界では1日半も時間がある。ここは一度撤退し、体制を立て直すのもありだと思うが。確かに、それは一理あるかもしれないね。そんな悠長なことを言っていていいのかね。なぬ。なに、今回はこの仮想世界と現実の時間の流れを同期させているからね。つまり、こちらの1時間は現実でも1時間ということだよ。そんなこともできるのか。ということは、残りの時間は1時間を切ったってところか。その方が緊張感があっていいだろう。君たちの好きなゲームみたいなものだよ。この世界で15時になれば一ノ瀬玲奈のデータは消去される。だが、あそこまでして手に入れた玲奈を消すとは正直信じられんな。消去するのは一ノ瀬玲奈を形成している記憶部分だけだからな。我々にとって必要なのは彼女の人格データだ。彼女の記憶などどうでもいいのだよ。下げるな。俺たちの仲間を何だと思ってる。君たちのセンチメンタリズムなど我々には何の価値もないのでね。さて、タイムリミットまで君たちにはおとなしくしていてもらおうではないか。これぞまさに絶体絶命。そこまでよ。お前らみんな死刑じゃん。ジャンクマ、どうして。待たせたわね、ジャッジメントガールズ。剣山。ちょっと夏美、こういうのは出が肝心なんだから、あんたもポーズを決めなさいよ。嫌よそんなの。っていうか、私もジャッジメントガールズではないんだけどさ。ヤビか、お前たちどうして。出口さんから尾張君たちがアカシックに接続したって聞いて、急いで言うのに確認を取ったのよ。そしたら3人とも基地でゴーグルをかぶってるから、ユーノたちも追いかけてきたんだよ。私も出口さんの指示でカフェからログインして、さっきユーノたちと合流したってわけ。あなたたちの昨日からの挙動を考えたら、こんなことだろうと思っていたわ。基地の近くで待機してて正解だったわね。でもさ、私たちをのけ者にするなんてちょっとひどいんじゃない。まったく無茶をしてくれるな。一例を助けたいのは私たちも一緒よ。タチアナ。レイジ、どうしたのだ、そんなしょぼくれた顔して。もしかしてブラックメンに囲まれてちびったのか。違うよ、そうじゃなくて本当にごめん。昨日あんなことやらせて。
知らない間に辛い思いさせて。レイジが謝ることではないのだ。だってターニャは前に真実を知るって決めたんだからな。それにここに来たってことはターニャの気持ちはもう決まっているのだ。これで役者が揃ったというわけだ。だが何人集まろうと状況は変わらんよ。それはどうかわからないのだ。行け、ジャンクマン！ロケットパンチをお見舞いなのだ！ちびっこの命令なら仕方ないじゃん！ジャンクマンのボイスコマンドが有効になっている。ということ。世界、頼まれていたワールドプログラムの拡張機能は、ターニャが新世界に来る前に実装済みなのだ。世界のスマホから起動可能になっているのだ。おお、でかしたぞターニシカ。これで形勢逆転だ。ワールドプラス起動。今よりこの新世界において拡張演出の実行が一部可能となった。まずはレイジ君、大きな声で叫ぶんだ。来たれ、超絶輪剣エクスカリバーエクスタシーだーと、と。何ですかその恥ずかしい言葉は。いいから叫びたまえ。それが君に無限の力を与えてくれるはずだからね。絶輪剣エクスカリバーエクスタシーゼット。おお、声が小さい。声の大きさで剣の大きさが変わるんだから、もっとしっかりやってよ。無理です。今の声だって精一杯だったんですから。何よこれ。夏美、お前の目には呪文が見えているはずだ。それを唱えれば最強電撃魔法が発動するぞ。なんかテロップみたいに流れてきたこれね。わかったわ、唱えればいいのね。暗き深淵の闇より来たる罪深き七匹の魔竜。その第一の名は絶望。それは世界を浸す漆黒の闇。